タスクコマ。よし、これをこうしてできた。名付けて母親撃退自動音声マシーン。これでより快適なニート生活を送ることができる。たかし、入るわよ。勝手に入ってくんじゃねえ。あら、ごめんなさいね。勝手に入ってくんじゃねえ。勝手に入ってくんじゃねえ。勝手に入ってくんじゃねえ。この生活、誰にも邪魔はさせねえ。 IQ300 のニート。だから僕に総理大臣は無理です。失礼します。くそ。もしもし。はい。その手術は医者であるあなたがやってください。失礼します。ああ、いい加減にしてほしいんだよ。もしもし。え、曲のタイトル。あー、その歌詞だったら香水なんかどうでしょうか。失礼します。はあ、全然ゆっくりできねえ。着信拒否という手があったか。これでひとまず安心だ。たかし、ちょっといいかしら。なんだよ。まずその変なセンサー外して。耳障りだから。バレてたか。お母さんね、本当にあなたが心配なのよ。せっかくいい大学まで行って、なんでずっと家の中にいるの。もうお母さんも年だし、いつまで働けるか。いいだろ、俺の人生なんだから。俺の勝手じゃないか。たかし、あまりお母さんを困らせるんじゃない。いいから、まずあなたが働いて。腹減ったな。あら、あの子また床をどんどんやってる。お腹空いたのね。さ、できたできた。お、この装置を作っといてよかったぜ。いちいち親と顔を合わせないで済む。ごちそうさまでした。なんだ、なんで上がってきたんだ。お母さん、ちょっとこれ乗るの大好きなのよ。耐久性もバッチリだし。なんだよ。まあ、将来的に親父とお袋の足腰が悪くなって階段登るのが辛くなった時にでも使えるように設計はしてあるけどな。たかし、お父さんとお母さんね、今から旅行に行ってくるから。お父さんな、とってもワクワクしているぞ。旅行って、その間俺の飯はどうすんだよ。1万円置いてくから、宅配ピザとか頼んでちょうだい。え、1万円もくれんの。わかったよ。お父さんな、夜温泉に入って、朝起きてからもまた温泉に入ろうと思ってるんだ。あなた少し黙ってて、私のお金で行くんだから。はい。それじゃ、行ってくるわね。行ってらっしゃい。気をつけてね。1万円か。よっしゃ、久々にいいもん食ってやるぜ。くそ、全部本に使っちまった。分かってるんだ、俺だっていつまでもこうしてるわけにはいかない。今まで親に迷惑をかけた分、恩返しもしたい。動け、動くんだ。今やらないでいつやる。よっしゃ、働いてやる。お袋、今までニートしててごめん。たかし、あんた。俺、働こうと思う。こんな意味のない生活にピリオド打って自立する。あんた相変わらず英語の発音はいいわね。それでなんだけど、最後のお願いをしてもいいかな。最後のお願い。ああ、早速面接に行きたくて。ほら、俺全然お金持ってないだろ。交通費をもらえないだろうか。なんだそんなこと。いいわよ。で、いくら必要なの。アメリカのこの企業を受けようと思っていて、往復で20万円ほど、あと欲を言えば宿泊費とお土産代も。たかし、もうちょっとニートしてていいわよ。